おはようございます。カーピです。タイムスリップ第3弾のイベント、熱湯スタジアムが終わりました。皆さんお疲れ様でした。僕は無事狙いの5000位に入ることができまして、3849位でフィニッシュしました。そして報酬の S ランク自チーム TS 契約書ゲットすることができました。今回の動画ではこの S ランク自チーム TS 契約書を開封したいと思います。それにしてもこの5000位のボーダー本当に熾烈でしたね。僕のポイントは6702万ポイントだったんですけど、5000位のボーダーは6661万だったんで、たったの40万ポイントの差でした。試合にすると2、3試合ぐらいの差ですから、仕事が終わってプロスピ開いて寒気がしましたね。あと数試合サボってたら取り逃すところでした。さあ、ギリギリ手に入れた大事な大事な TS 契約書、誰を取るかと言いますと、もちろん達川さんですね。ポチッと。正直今回の TS 第3弾では達川さんが外れ枠だったと思うんですけど、カーピ的には達川さんが大当たりです。達川さんには純正カープの正捕手を務めてもらうつもりです。やりました。9回の詐欺師達川さんが入団しました。達川さんはこの中村捕手と入れ替えてスピ200アップ、これで 64,807 までいきますね。育ち切ったら相澤捕手と入れ替えて正捕手にしたいと思います。達川選手には超特殊能力の捕手20丸がありますからね。投手陣の底上げって意味では達川さんが正捕手かなと思ってます。今後の TS は特にピッチャーに来てほしいですね。この笹岡さんが上書きできたら最高ですし、中田選手が出なさそうなんで、ここが例えば長川選手とか出てくれたら夢があるなと思いますね。今月末の TS 第4弾も今から楽しみですね。はい、今回の動画も見てくださってありがとうございました。楽しんでいただけましたらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。